オノロは。嘘だろ、なんでこんなに傷ついて。おい、オノロは。エマネラン様、はは、元気になられたんですね。よかったです。はい、元気だよ。俺はいつだって。それよりお前どうしたんだよ。申し訳ありません。式典のお客様たちが口々に帰ろうとおっしゃったもので、どうにか止めようと思いまして。はい、だけど僕の頼み方が悪かったのでしょう。皆様とてもお怒りになり。バカ、それはお前のせいじゃなくて俺の。大丈夫ですよ、エマネラン様。旦那様やガルト・アレール様、皆様がやろうとしていることを僕は信じています。あの女性が言ったように、悲しい記憶は消えませんし、悩みを抱くことは多いでしょう。でも踏み出した先の明日はきっと楽しい。それを教えてくれたのは、僕を散々振り回したエマネラン様じゃないですか。オノロ、落ち着け。気を失っただけだ。早く暖かいところで手当てしてやるんだな。くそ、なんでどうして何もかもうまくいかない。変革を進める兄貴たちも、さっきの反対派のやつらだって、本音は幸せに笑っていたいだけだろ。なのに漏れなく全員不幸面だ。俺は一体どうすりゃいいって言うんだよ。うんざりだ。誰か代わりに正しい道を選んでくれ。誰かに判断を委ねるのは構わない。だが、その生き方を選んだ結果は、必ず自分の周りに返ってくるぞ。お前に何がわかる？英雄の一味で、自分で何でもできるお前に何が？何でもなんてできるものか。俺は自分が一番大事にしていたものすら手を差し伸べることもできずに失った。だからこそ死ぬ気で歯を食いしばってここに来たんだ。どれほど痛もうが終わらせたくないものが今の俺にはあるからな。